ってこんなもん TV のタカトウコミでございます。はい、はい、今回なんですけども行列のできるケーキ屋さんに行きたいと思っております。吉野です。2時間待ちという噂があるんで。2時間待ち、はい、すごいな。行きたいなと思うんですけど、楽しみやな。はい、やっぱね今の季節はモンブランなんでね、秋といえば。去年も買ったしな。そう、楽しみです。ただちょっと場所が変わったんだよね。そうそう、なんか店の場所引っ越しされたそうで。そうそうそう、以前は無駄駅の近くやったんですけどね。まあ福上駅の、近鉄のね福上駅の近くになっておりますんで。そうですね、お気をつけください。はい、では早速ね、その新しい店舗初めてなんで行きたいなと思います。はい、食べてください。おい、誰か喋るよ。タビコン TV。 あ、ラペシュ。止めれへんのかな。すごい行列や。すごいな、この行列は。すごい。でもこれは止めていいかな。何屋さん、これケーキ屋さんやんな。ケーキ屋さん。なんでこんだけ混んでると思いますか。うまいからね。間違いないけど。人はうまいもんに釣られる。人が人を呼ぶ。はい、ってことでね、ラッペッシュさんでモンブラン買ってきたんですけども、まあ、大体11時頃から並び出して、今1時半なんで、まあ、2時間半。時間半うまかったな。そんな並ぶケーキはなかなかないよね。ほんまに。で皆さんね、このモンブランをねお買い求めで皆さん並ばれてたんですけど、この迫力見てください。なかなかないよ、こんなモリッとなってるモンブラン。すごいよな。はい、早速食べましょう。食べましょう。いただきます。ごめんなさい、本来、ね、スプーンはあるんですけど僕らちょっと家で食べるんじゃないんで。贅沢。うん、栗が濃厚やな、マジで。やっぱ秋っていうだけあって、この栗がめちゃくちゃうまい。でこのモンブラン期間限定なんで、あのずっと売ってるわけじゃないんですよ。お、中に生クリームも入ってて、でこの甘さもちょうどいいので、すごい、ね、あのくどくならないというか、はいはい、甘いものが好きな人もいけるし、甘いのそんな苦手な人でも食べれるっていう、ちょうどバランスのいいモンブランです。ですごいなんかこうボリューミー、600円するんですけど全然なんか高いなって感じに。これ食べたら、なんて言うんですかね、僕もさっき食べたんですけど、なんかほんまに自然の栗の味って言ったらいいんかな、うん、なんか栗が余計な味しい日になって、うん、思いますね。うまい、無駄はないな、飾ってない、めっちゃうまいな。これね、下の方行ったらね、すごいものがあるんですよ。ちょっと下の方にね、クッキーみたいなのあるんですね。もう食べますね。うん、なんかクッキーっていうか、なんて砂糖菓子みたいな感じ。ここは甘いな、でも。うん、うん、あったっすか。おいしい。はい、モンブラン以外にもね、パンとかも売ってて。そう、パンも売ってるし、普通にチーズケーキとか、普通にショートケーキとかチョコレートケーキも売ってて、うん、どれもうまそうやったんで、ね、次来た時はね、モンブラン以外もね、うん、買ってみたいかなと思います。なかなか2時間半待つケーキ屋ってないと思うし、待った後こんだけ美味しいモンブラン食べれるんであれば、もう全くね、待った甲斐あるなってすごい思うと思うんで。そうですね、はい、すごいおすすめです。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あと Facebook、インスタ、Twitter もやっておりますので、はい、どしどしフォローお待ちしております。はい、タピコナム TV のタカトウコミでございました。ありがとうございます。 Next see you, bye。 ありがとう。なんか違うな、いつもと。この動画が良かったと思う方は高評価、今後も見たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。あとインスタ、Twitter、Facebook もやっておりますので、フォローどんどんお待ちしております。よろしくお願いします。